調布とはカステラ生地で牛皮を包んだ和菓子。長方形に焼いた通常よりも固めのカステラで牛皮を包んだシンプルな形状の和菓子。カステラの中央に調布と焼き印を入れるのが一般的だが文字の代わりに家紋などの印象を用いることもある。また、鮎に似せて成形、焼き印を押した和あゆと呼ばれるメーカーも存在する。名前は 素養町の町として収めた布を意味する、調布に由来し、菓子の形状が調布に似ていたことから名付けられた。発祥は、岡山県。江戸時代末期に、現在の倉敷市出身の若菓職人、間の余平によって考案された。その後に余平は、京都御所近くで菓子店を営んでいたが、金門の変で焼け出されると、岡山に戻り、現在の岡山市東区に漆器等を扱う。 金華堂という店を開いた。金華堂は、その後、調布の製法とともに1889年創業の沖縄県に譲られた。現在では、王県をはじめ岡山県内数店舗の和菓子店で、調布が販売されており、きび団子、大手まんじゅうと並んで、岡山三大メーカー、あるいは鶴の卵も加えて、岡山市大メーカーとも呼ばれる。また、 余兵が菓子店を営んでいた経緯から、京都府でも伝えられている。ABCDEF、調布の特徴、歴史、味。和菓子の季節 .com。2020年1月28日閲覧。ABC、意外と知らない絶品の岡山カーたち。 スイートマップ、2020年1月28日閲覧。AB、国府化、塩湯や岡山城化、神谷町。五三部へのページ。2020年1月28日閲覧。調布、岡山市土産で、お、と言われたいなら、調布がおすすめ。岡山市四大名家の一つ。キビナビ。2020年1月28日閲覧。ありがとうございます。